枠時。元気は、2004年5月31日から2008年4月4日まで、三重テレビ放送で放送されていた夕方の大型情報番組。枠時。のタイトルがつくシリーズの第一弾で、現在のミーライブに続く30テレビの平日夕方放送の生活情報番組の講師である。元気にするがキーワードの番組。2005年4月1日開始の 地上デジタル放送開始を睨み、地域情報の一層の充実を図るため、それまで放送されていた、三重 TV を教えて30層と、M テレを発展的に統合、解消し、この番組が開始された。この番組の開始に伴い三重テレビの平日夕方は、三重テレビワイドニュース、M テレメッセと合わせて、計85分という大型のローカル生放送ゾーンとなった。当初は、 地域情報ばかりでなく、ミエテレビのキャラクター、エムットくんと、ビットちゃんが、各地の子供たちと体操をする、エムットくん、ダンスのコーナーも放送していたが、2005年4月からは、朝の情報番組、おはよう。ミエと、エムテレメッセでの放送となっている。なお、いずれの期間も、ミエテレビナイターが放送される日は休止となる。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日。 この番組では、コカ・コーラ提供の非売品のグッズをプレゼントしていた。プレゼントの実施は、三重 t p 教えて30層等の時代から続いている。ビーチバレー選手、浅尾美和が初めてテレビ出演した番組である。松原慶生の担当日は、スタッフロールの協力欄に、東海ラジオと表記されていた。起用当時はまだ、東海ラジオアナウンサーだったことによる表記だったが、 定年退職後も、交番まで表記は続いていた。すでに新番組、とっても枠時の内容に変わっている。ありがとうございます。